はい、どうも、うずです。ちょっとね、半袖シャツはまだ早いかな。全国的にまだ寒いよね。まあ、なんですけど、そこはまあ置いといて、私の手元に ASUS の新しい PC、 すごく面白い独特な PC がやってきました。名前の方がね、 ASUS ZenBook Duo UX8406MA っていう製品なんですけれども、まあ、通常のノートパソコンなんですよ。まあ、少し厚みがあるぐらいのノートパソコンのイメージ。まあ、なんですが、これがね、すごいのよ。ちょっとサムネで分かっちゃってるかな。まあ、基本は顔認証とかね、ピンコードで起動できるような、まあ、最新のものもちゃんと入っていて、まあ、普通のノートパソコンのように見えるんですが、これがなんと、こちらキーボード部分が外れるんです。どういうことかというと、そのまま見せますね。はい、こちらを外して、こんな感じで、なんとキーボードの下にはディスプレイが隠れていたんです。デュアルディスプレイ、すごくない？すごくない？すごいよね。で、この PC はキックスタンドも標準装備なので、こういう形で立てることができます。はい、もう立っちゃいましょう。立っちゃいました。で、キーボードは Bluetooth を内蔵してますので、ちょっと今 Bluetooth オンになってたな。こちらのキーボードを手前に置くことによって、デュアルディスプレイ環境でそのまま Windows を利用することができます。で、この状態で何ができるのかって言ったら、それはいろいろなことができるんですけれども、まずは私がよく使うね、 Adobe のクリエイティブ系のツールで動画編集のものを使うとどんな感じになるのかって、まあ、あくまでイメージなんですけど、ご覧いただきたいと思います。まあ、普段使ってる Mac、まあ、ディスプレイね、一つですよね。ディスプレイ一つの Mac に対して、今回の ASUS のデュアルディスプレイのノートパソコンだったら、まあ、本当これパソコン単体でね、キックスタンドもあるので、単体でデュアルディスプレイで動画の編集作業ができちゃうわけですよ。すごいよね。すごいよね。こういった作業をする人って皆さん共通だと思うんですけど、一つのディスプレイだと、もちろんこの映像の確認とかするのが基本的にちっちゃくなるんですよね、枠がね。いろんなツールを置くから、画面の一つの画面の中に。でも、デュアルディスプレイだったら、その確認用のモニターを外に出して大きく表示して、カラーツールパレットだったり、こういったシーケンスをね、操作できるようなパネルを並べておけるので、作業効率は、まあ、確実に上がるね。上がるよ。これだったら。まあ、本当すごいと思う。このデュアルディスプレイタイプ。で、個人的に感動的に素晴らしいなと思うのが、このディスプレイを結局は、こうね、閉じるときに、もうこれで閉じて持ち帰れば、まあ、普通のノートパソコンサイズで持ち帰ることができるわけですよ。これがね、すごいと思う、今回のこの製品って。あと ZenBook Duo に関してはもう一個ね、面白い機能があって、今ここにツールパレットが置かれてるんですけど、これはプリセットされてるね、ものなんですが、まあ、これ以外、例えば Adobe の Lightroom とか Photoshop とか Premiere とか使うときに、専用のコントローラーをここに置くことができます。どういうことかっていうと、まあ、Lightroom Classic を起動してみます。そうするとこちらに写真があるんですが、今もうプリセットをね、当てた状態なので、ここの中でコントラストとか光量をこのダイヤルを使って変えることができるんですね。まあ、要はクリエイティブツールの物理コントローラー、私の場合はこういったツアーボックスとかいう物理コントローラーを使ってプレミアとかフォトショップをいじることがあるんですが、まあ、それをタッチパッドで操作できることがこのツールの大きな特徴になります。これすごい便利よ。めちゃくちゃ便利よ。で、もちろんこのツールパレットを使わずにセカンドディスプレイとして使いたいって場合も対応しているので、その場合はセカンドディスプレイを表示するっていう形にすれば、こちら下の画面はセカンドディスプレイとして補正の前後比較を行うっていうことも可能になってます。なんかこう使い込んでくると、めちゃくちゃこのデュアルディスプレイの ASUS のね、 ZenBook Duo の魅力は感じられちゃうな。これはすごいいいな。まあ、ちなみにこちらは Adobe の Premiere 動画編集ソフトの方になるんですが、まあ、動画編集ソフトだと私の場合は下に各ツールを置いて上でプレビュー画面を置くっていうやり方がいいかなと思っていたので、まあ、これちょっと使い方難しいんですけど、でもさっきのコントロールパレットを使いたい場合は、はい、こちらもプリセットで登録されている Adobe の Premiere 用のコントロールパネルをタッチパッドで用意することも可能になってます。まあ、だからトラック間のね、このコントロールとかもこちらのタッチパッドでできるので、キーボードと合わせて使うっていうやり方もできるので、ここも工夫次第ではすごい便利なツールになりますよね。で、今話しているこの大変便利なツールなんですけれども、 ASUS のデュアル&コントロールパネルっていうソフトから
変更をかけることができるので、こちらで自分が使いやすいようにカスタマイズしたものを利用するっていうこともできますね。ここにある項目なんかも入れ替えも自由にできるので、好きな配置で自分のコントロールパネルを作ったらいいわけです。これはぜひね、ZenBook Duo を使う方は利用してほしいですね。面白い。はい、そして次はこれでゲームをしたらどんな感じになるのか、そこもこのままご覧ください。でゲームに関してはグラフィックボードは積んではいないんですけれども、ペルソナ5とかこの辺のゲームだったら特に問題なく快適にプレイできる感じではありますね。うん、全然プレイできそう。うん、十分だね。であとは当然なんですがデュアルディスプレイなので、なんか調べ物したいときには、まあ、下側の方をタップすればこちらでタッチパッドでも、まあ、マウスでも操作して調べ物をしながらで、ゲームプレイに戻りたかったらゲームの選択すれば戻ることができるので、この辺もデュアルディスプレイの快適さ、まあ、使いやすさがすごい現れている一体型の、ね、ノートパソコンのいい部分だと思います。まあ、環境的にデュアルディスプレイをノートパソコン一つのね、一つのノートパソコンでデュアルディスプレイが構築できるっていうところがすごい魅力的で、でキーボードも Bluetooth 接続も可能なので、まあ、すごくいいんですが、まあ、ちょっとねディスプレイで一つ気になるのはやっぱりこう薄型に作る影響で背面がね滑りやすいっていうところがありますから、手をしっかりこう乗せておいてね、滑らないようにして操作する必要はあると思います。まあ、これ実際こう軽くこうね手を浮かして打ってると結構滑っていくことが多いので、まあこうしっかり、まあアームレストじゃないんですけどね、ここにしっかり手を乗せてキーボード打つのがポイントなんかなって感じます。まあでもすごいよねこれね。でドッキングしてねこれ癖になっちゃうねドッキングがね。はい、といったようにすごいよねノートパソコンのサイズ感でデュアルディスプレイがどこでもできるわけですよ。もうこれそのままキーボード、はい、ドッキングさせて、でまあ普通に、はい、こんな形で利用すれば通常のノートパソコンとして利用できますので、まあ、ほんとすごいね、すごいと思うよこれは。いろいろ面白い使い方が考えられる。でノートパソコンでデュアルディスプレイ2画面でフルで使えるっていう PC なので、皆さんおそらく縦型で持って書籍関連なんかが相性いいんじゃないかって思いますよね。それも Kindle のアプリを入れてちょっと試しては見ました。まあ、よくコメントで多かった本を読むのに適してるんじゃないかっていう縦持ちですね、この縦位置なんですけど、まあ、確かに新鮮味はあるんですが本体自体がねそれなりに大きすぎる感があるので、まあ、Kindle のアプリを入れて今 Windows をね使って見てるんですけど、どうなんだろうね。あ、でもディスプレイがすごい綺麗だから、まあ、見やすいのかな。でピンチインピンチアウトはやっぱりちょっと従来のね Windows って感じで、なんか iPad ほど快適ではないですね。まあなのでここの部分はいいか悪いかで言うとちょっと微妙な部分はありますね。 Kindle、 あくまで Kindle アプリですけどね。まあ、PC の形状がね読書に向いてる感じにはなってるんですけど、まあ、読書用では私は使わないかな。はい、といったような感じで、まあ、ちょっと使うアプリとかね環境によって変わるかもしれないんですが、あの私としては読書用に使う端末じゃないかなっていう感じです。まあ、素直に iPad とか通常タブレットで見る方が見やすいかな。重さとかサイズ感含めてちょっと大きすぎるよね読書用の端末としては。はい、でこちらの ZenBook Duo なんですけれども、こうデュアルディスプレイ化にしてるときにこのキーボードがね万が一なかった場合対策がちゃんとあって、あの6本指ジェスチャーっていうのがあります。まあ、今回ちょっと私この5本指と1本で分かりやすくやるんですけど、これをこうスライドすることによってこちらタッチキーボードが出てきてくれるんですよ。まあ、もちろんこれで入力もできるんですけども、さらにもう1回この5本指と1本で上げるとフルキーボードにすることもできます。でフルキーボードだとここでマウス操作がすごい快適にできたり、こちらのトラックパッド部分でスクロールすることによってこれ快適なんですよ、かなりすごい使いやすいのに驚きました。まあ、ただ物理キーボードじゃないので打ってる感覚はないっていうところがありますから、まあ、苦手って方もいるかもしれないんですけど、ただタッチパッドのキーボードとしてはめちゃくちゃ使いやすいので、この6本指ジェスチャーっていうやつですね、これはぜひ知っておいていただくとこの後この端末は使いやすくなります。はい、そんな新しい ZenBook Duo なんですけれども、重量の方はキーボード抜きで 1.35kg ほど、キーボードを含めて 1.65kg ほどということで、一般的な同サイズのノートパソコンよりは若干重めにはなります。なんですがこういったねノートパソコンでデュアルディスプレイで作業をしたいってなると、もう一つねディスプレイが必要になってしまうので、
まあ、例えば Mac だったら iPad が必要になる、まあ、もしくはそれなりのサイズのディスプレイが必要になるってなると、それをね、厚みもあるそういった端末を別で持ってかなきゃいけないので、これワンセットで使えるこの ZenBook Duo の魅力は、まあ、一番とかそこなんじゃないかなと思います。もうキーボードを含めてこのサイズ感で運べてデュアルディスプレイが構築できる、最高じゃないですか。最高っすよね。はい、といったところで、簡単な案内にはなりますが、ZenBook Duo、新しいモデルですね、まあ、ちょっと中に入ってる、インテルの Core Ultra 9185H プロセッサーに関してはその凄さっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあ、今回ねちょっと試した中では、でこちらの製品に関してはちょっとまだ紹介できてない機能が結構あるんですよ。でそこの部分は追加でまた動画で紹介したいと思いますので、まあ、最初の動画はこんな感じで、はい、まずは使ってみての印象、まあ、すごいなって思う部分が結構ありましたので話させていただきました。普段からこんな形で、製品の紹介、あとはゲームの話などをいろいろやってる YouTube チャンネルなので、趣味興味が合う方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。はい、今回紹介した ZenBook Duo の新しいモデルに関しては、もう少しね話しそうなことが増えたら、追加で動画の方をもう一本ね上げようかなと思っております。めちゃくちゃいいねこれね。今回使ってみてまだね3日ぐらいしか使ってないんですけど、すげえ使えるなこいつ、うん、すごい魅力的に感じます。